まあ久保さん、平和ボケっすね。まあまあ平和ボケじゃないですか、もう完全に。やっぱね、弱,弱りましたね。うん、昔の日本の方が強かったと思います。だからね、何が弱った思考も精神も弱りましたよね、うん。文明は発達してるんだけど、思考と精神がもう弱,弱まりましたね。うん。多分、おそらくですよ。 今 GAFA みたいなのがやっぱ先見してますけど日本の高度経済成長のあの時の精神と思考があってあの時の精神と思考があって今のテクノロジーがあったら日本すげえと思います僕は多分 g a ファ g a f a は超えられるかちょっとわかんないですけどちょっとねすごいことになってると思いますねうんだから結局テクノロジーが発達してもそれを 使使うう人の精神思考が伴っっててなないいととまくえこだからけ結構ねあの海外の人って日本のその教えっていうのをリスペクトしてなんだろうな大和魂じゃないですけどそのなんか逆輸入される、まあ、んか輸出されるその精神とか思考が逆輸出、うん、なんか輸出されちゃってるみたいなね <laughs> そうなまあそう感じますね。 うーんなんか、まあ、本当にその日本って他の国から見ると島国で小さいじゃないですか、領土小さいのに、普通じゃないんですよ、しかもその原発落とされてるんですよ、焼け野原になって核,核爆弾落とされたあのちっちゃいこの日本の国だけど、世界にね、貼れる会社ができるって、これ、<laughs> 普通じゃないですからね、これ普通じゃないんですよ、本当に。 核爆弾落とされた国しかもちっちゃい国がねにあの世界と戦える企業を作っていったっていうのはこれ普通じゃないですマジで普通じゃないんですだからすごいんですよ日本ってマジで僕はほ本当日本すごいなと思いますでも今の日本はすごくないですけどねだからやっぱ高度経済成長このあの焼け野原からねこのこれを作っていった人その精神力とか考えめちゃめちゃいろいろやってきたんだろうなっていうのはね 思いますねうんなあ今は平和ボケだと思います本当に。いってらっしゃい。